どこかわかる？ここここここ。皆さんこんにちは、リアンです。すごい段ボールの山でしょ。これ全部タダっていうのも、8月のよいしょよいしょ、8月の暑い盛りにエアコン壊れた言うてたでしょ。その時にヨドバシカメラでね、エアコン買ったのよ。たまったポイントでこれ全部もらいました。私はヨドバシカメラのクレジットカード機能のポイントカードを持ってるんです。で、普通だったら 10% ポイントつくんだけど 11% ポイントついて、それに今回はなんか夏のキャンペーン中でプラス5000ポイントがついたんですよ。それでこれを全部もらいました。早速開けていこうと思います。そしてじゃあこれが一番欲しかったのすごい段ボール。じゃん、見てアラジンのトースター。いやー、かわいい。お掃除トレー付きか。じゃん、これがきっとこうやね。かわいい。じゃん、すげえ。これはね、この間動画で撮った牧田の掃除機のカプセル。じゃーん、カプセル。そしてこれが、いやー、もうこんないっぱい電化製品一気にゲットしたん初めてかもしれん。じゃーん、なんかかわいい。予感しかあらへん。よいしょ。ね、なんかついてる。10周年アニバーサリー記念なんかがついてる。いやいや、うれし、うるさい、うるさい、ね、ちょっとこれ。おー、よし、開いた。コンセント。おー、かわいい。ホットプレート。あ、なんかこんなんついてる。これあれやね。いやー、これが、お、キャップが、おうちゃん、ちょっと待って、うん、で、こうやって、いやー、かわいい。じゃーん、コンパクトホットプレートとコンセント。で、これもこうだね。ポイントがまだあったから、これもあったら嬉しいなと思って、ポイントでブルーノのパーツをゲットしたのさ。よし。お、思ったよりでかくてしっかりしている。これ何かっていうと、じゃん、コンパクト鍋。今回ヨドバシカードのポイントでもらったのはアラジンのオーブントースター、そしてブルーノの10周年記念カラーのマスタードのミニコンパクトホットプレートたこ焼きセットと鍋、そしてこの間動画で撮ったマキタの掃除機のスーパー便利な、ちょっとサイクロになるのかな、パーツ、アタッチメントパーツをもらいました。この他にももう一個マキタのパーツをもらってるんですけど、今届いてないので、こんだけでもらいました。全部ただよ、ただポイントでもらいました。このデロンギじゃないやこのアラジンのオーブントースター、1年悩みました。今使ってるデロンギのオーブントースターがもう20年使ってるんですけど、ぐらい20年過ぎたあたりからタイマーとかのいろいろ不備が出てきたので、新しいのを買おうと思って、バルミューダのパリッとトーストが焼けて美味しいのにするか、アラジンのトースターにするか、それともアラジンのグリルトースターにするか悩んで、普通のアラジンのトースターの方にしました。なんでかっていうと、デロンギのオーブントースターも石プレートとかついてピザとか焼けていろんなグリルができるんですけど、結局20年使ってる間にパンとグラタンしか焼けへんかったんで、余計な機能はいらんから、ちょっとでも小さい方がいいと思ってこっちにしました。緑かわいいですね。そしてちっちゃいホットプレートが欲しかったんですよ。ちょっとご飯、晩ご飯の時にもうご飯、味噌汁ちょっと焼き焼きしながら食べれるような。50型になって大きいホットプレート出したり下ろしたりするのも面倒になってきたし、ちょっと違う用途で使いたいなと思ってたのポイントで
あって、でヨドバシだと1万4000円ぐらいのが1万円ぐらいだったからお得だったので買いました。またこれ使った動画撮っていきたいと思います。たこ焼きもついてるよ。そして10周年記念のおまけもついてる。レシピ帳とこれはバンナナかな、ハンカチ、ハンカチとレシピ帳がプレゼントでついてました。やったね。レシピ帳アニバーサリー冊子ですね、かわいい。そしてこれをこうやって乗せると電気鍋として使えます。これで旦那と2人鍋やったりチーズフォンデュやったりして楽しみたいと思います。これの活用したやつもちょっとおまけでつけれたらいいかな。ちょっと当ててね。これポイントでもらったアラジンオーブントースター、早速使っていきたいと思います。このオーブンにした決め手はいろんな高機能な性能がいっぱいついたもうワンランク上の2万2000円ぐらいのがあるんですけども、うちにはガスオーブンもあるし電子レンジもええのあるから、もうここでいろんなお料理することなくって、今まで20年いろんなことができるデロンギのオーブンと使ってたんですけど、もう全然もうパンとグラタンしか焼かなかったので、もうオーブンでこう火力のあってカリッといけるシンプルな高性能で一番今売ってる中で熱くなるオーブンを買いました。アラジンのオーブンのポイントは遠赤グラファイト搭載で 0.2 秒で発熱して1300度の高温でなるそうです。とにかくパンとお餅が焼けるのめっちゃ早いんです。ということでやってみましょう。じゃあね、これ開けますよ。じゃーん、ちゃんと洗ったからね。はい、そこお餅、お餅とパン一緒に焼いてみようと思います。お餅、そしてパン、いわゆるスーパーで普通で売ってるパンを買ってきました。今ね、自転車乗って買いに行ってきたね。これが私の今日のお昼ご飯です。なんか切り目入れてバター乗っけると美味しく焼けるらしいけど、とりあえずパンがパリッと焼けるかどうかやりたいので、そのまま焼きたいと思います。で5分未満の場合は温度は一番高い280度にして5からタイマー回して2分半でやってみたいと思います。焼けるかな。あ、なんか困ってるやん。パン、こんがりちゃん、こんがりちゃん。そしたらお餅がね、あと。じゃあお餅焼けてる間にパン食べちゃおう。目離していいんかな。だってもう熱いうちに食べたいんやもん。よいしょ、バターを塗ってチンって言うた。その間にパン食べます。いただきます。おいしい。カリッとしてる。外がカリッとして中がもっちりしてザクザク。パン焼けるの早いね。で、ちょっとお餅見てみる。お、お餅も焼けてる。熱そう。網くっつかないね、全然。余熱で焼けてたみたいです。5分未満の時は5まで回さなあかんみたいですね。お餅3分で焼きます。じゃあお餅も食べてみましょう。お醤油出して、本当は海苔とかつけたいとこなんですけど、あちちち、あ、パリパリ、おお、中までとろりと焼けてる。あち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 、中だけ食べてもしゃあないよな。外カリッカリッで、中は、あ、あ、あ、もちもち。焼けるの早いから中まで焼けてないかと思ったけど、ちゃんと中まで焼けてます。お餅めっちゃ早い。
という感じで、パンとお餅がすごい早い時間で焼けて、外はカリッ、中はふわふわしっとりもちもちに焼けるオーブンをポイントでもらいました嬉しい。はい、ホットプレートです。次に買ったのがブルーノのミニホットプレート、10周年の記念カラーで限定発売のマスタードイエローを買ってみました。これはもうすでに温めてあります。じゃん、電気電熱式で、あとこちらの方で温度が調節したりできます。もうあちっちに温めてあります。で、蓋付きのホットプレートが欲しかったんです。いろんなお料理ができると思って、それで探してて、あと卓上で一人でもちょっとできるような感じのを探してました。あとこれにはこのプレートの他にたこ焼きプレートが付いています。で、ポイントがまだあったので、オプションでお鍋のできる四角いお鍋も買いました。買いましたってもらいましたこれでお鍋やったり、いろんな炊き込みご飯とかやって楽しみたいと思ってます。このたこ焼きプレートもお家にたこ焼き器があるのでなくてもよかったんですけど、あるからうちで今度たこ焼き器で遊んでる楽しいおやつの作り方なんかもご紹介したいなと思います。よいしょ。ということで、ちょっと火力がどんな感じか焼肉やってみたいと思います。ハイになってたのをちょっと弱めました。先に焼肉いいお野菜から焼いていきます。はい、ピーマン、ジュジュで、玉ねぎさん、はい、いいですね。で、お肉はちょっとスーパー行って今買ってきました。チャリチャリっとね、今日の晩ご飯はうちこれやから。あと、ここにご飯とお味噌汁あったら OK じゃない。晩ご飯もさ、もう一人の時とか、もう旦那と二人の時とか適当にあって、こう冷蔵庫にあるものをこう焼き焼きしながら食べれたらいいなと思って、こういうのが欲しかったの。ホットプレート大きいのは50肩してからおろしたり出したりするのが大変で、気楽に出したり入れたりできるホットプレートが良かった。ちょっとさ、お箸洗ってくる。生肉触ったからね洗ってきたけどさ、また生肉触ったらあかんやんな。ちょっと火力強する。これこうレバーで強くできるから。で、もう普通の大きいホットプレートでは餃子たくさん焼いたり、お好み焼き一気に焼いたりするのですごい重宝なんだけど、これはどっちかっていうと旅行に行った時についている、こんな一人鍋用とか一人焼肉用のちょっとお家バージョンみたいなんでできたらいいかなと思って、最初ああいうのも探してたんですけど、結局使い勝手悪そうやし、お手入れとか洗ったりとかするのを考えてこれにしました。このホットプレートが外れるのが良かったんですよ。食べる時間がバラバラやから、こう私が焼いて食べた後にこう次帰ってきたらまた大きいやつやったら洗うの大変やん。これやったらここピッと取ってちゃちゃっと洗ってまたポイッと吸えたらいけるじゃない。あ、結構玉ねぎ焦げ目ついてきたね。早いね、温度落としてたのにね。ピーマンもね。ちなみに油は引いてないです。引いた方がいいのかな。焼けてきた、焼けてきた。よし、あ、煙出てきた。食べよう。よく焼けてるよ。私はお肉はわさび醤油でいただきます。はい、いただきます。で、わさびいっぱいつけて、うん、火力バッチリ、お肉も熱々で美味しいです。これで前はもう焼き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 でばっかりやって、お料理しんとこうかなとか、お料理すんのも飽きたんですよ。だからご飯さえあったらここでこうお肉焼いたり、干物を焼いたり、笹かま焼いたり、ちくわ焼いたりして、ご飯ということで、OK かなと思って欲しかったんです。そしたら、次のやつのご紹介しますね。そしてラスト、最後にポイントでもらったものは、じゃーん、マキタのサイクロンアタッチメント、セット品、本体白。マキタの掃除機をバージョンアップしてパワーアップしたでしょ。その時いろいろ調べてて、こういうのがあるって知ったんですよ。じゃんじゃんじゃん、じゃーん、これこれ何やと思う。これね、
私のはカプセル式だからゴミ捨て楽ちんなんだけど、さらにもっと楽ちんになるやつ。あとこれだけでもいいんだけど、ショートパイプっていうのもあると便利って書いてあったから、これ300円ぐらいなんだけど、これもジョイントで買ってみたよ。どうするかっちゅうと、これ巻きた巻きた、これを抜くね、ここ抜くね、でこれ抜くね、でこれをショートタイプをこっちに刺してやねって、でこれをここに入れる、入れる、でこれをここに刺す、いけた、これで吸うね。そうするとここにゴミが入るらしいね。ほんでゴミ捨てはここを握ってポイッ、簡単。で私のカプセル式だから、ここを外してゴミをパカッと捨ててたんだけど、これやったら、やったらここにゴミが入って、ゴミがここまで溜まったらワンタッチでポイ、便利。このショートパイプじゃなくてこのパイプにしたら、ここがなこんだけ長くなる、10センチ長くなるっていうわけさ。だから今までと同じこの長さで使いたかったら、ショートパイプをつけたら同じ長さで使えるよってこと。でこれはなんと紙パック式のやつにもつけられるねん。だから全部がここに入るわけじゃなくて、小さなんか入りきれへんやつとか小さいやつはこっちに行くそうやねん。だから紙パック式は細かいの行って、でこっちに大体のゴミが来ていっぱいになったらぽい。紙パックめんどくさいでしょ、付け替えんの。これだったら1回これを買ったら低コストで、低コストかな、まあこれ3000円ぐらいやと、で使えるっていうわけ。そんで調べてたらまた面白いの出てきたから、今取り寄せ中。そっちも来たら、まあ、来た最強になるからね、楽しみにしてて今回こんな感じで私の欲しかったものを読んでんよね。オーブントースター、ホットプレート、ホットプレート付属品の鍋追加、そしてこのマキタのワンタッチサイクロンアタッチメントもらいました。めっちゃ充実してます。あと最強部品もう一個買ったのも、ポイント残ってたやつ全部使い切ってそれを買いました。めっちゃいいね。このエアコン上についてるんやけど、このエアコンのおかげで私の欲しかったものを全部もらいました。お盆と正月とお誕生日がいっぺんに来たような気持ちでハッピーですじゃあ余裕があったら、もう編集大変やからあんまり動画撮られへんねんけど、余裕があったらマキタの最強部品来たら撮るし、ミニホットプレートの楽しい使い方もやってみたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。いつもハウトゥーでハンドメイドばっかりしてるけど、こういうお家のこといろいろ工夫やったりするのも大好きです。またよかったら見てくれると嬉しいです。グッドマークとチャンネル登録していただけるともっともっと嬉しいです。またお会いしましょう。リアンでした。バイバイ。